お足元の悪い中、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。本日は、筑波大学と文部科学省の共同主催ということで、筑波大学とオリンピック100年、加納治五郎のストックホルムからロンドンまでということで、公開討論会をさせていただきたいと思います。私は司会を務めさせていただきます筑波大学准教授の河合と申します。よろしくお願いします。それでは討論会に先立ちまして、主催の筑波大学と文部科学省の、それぞれから、ご挨拶をさせていただきたいと思います。真田学部長お願いします。どうも、筑波大学の真田です。今日はこのような、文部科学省様と筑波大学と連携してですね、オリンピック100年という、テーマで、公開討論会させていただきます。いよいよ100年経ちまして、今後またどういうふうにオリンピックは進むべきなのか、ノーメンタルをあるべきなのかということをですね、考える、そんなような人々にもなればと、こんなふうに思っているので、どうぞよろしくお願いいたします。続いて、ゲストの、文部科学省、森岡様、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。本日は筑波大学とオリンピック100年ということでお招きいただきまして、大変ありがたいというふうに思っています。ただいまご紹介いただきました文科学省スポーツ青少年局のスポーツ振興課のスポーツ連携室の森岡でございます。私現在は地域スポーツの推進、あるいはトップスポーツと地域スポーツの連携協働による好循環、あるいはアスリートのセカンドキャリア、デュアルキャリアと申しますけれども、そういったことを担当しておりまして、本日は皆様のことオリンピック、あるいは筑波大学ということで、ちょうど100年というふうになりますので、私もこの討論会を大変楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。筑波大学准教授の山口香織先生、お願いします。山口先生は、ソウルオリンピック、1988年ソウルオリンピックの女子柔道銅メダリストでございます。よろしくお願いします。皆様こんにちは。ご紹介をいただきました、山口香織と申します。私は今日は、選手としては、今ご紹介ありましたようにソウルに、出場させていただきましたけれども、その後、指導者としてコーチとしてもオリンピックに参加していろいろな形で関わってきましたので、そのあたりからも、お話をさせていただければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。最後に、本学准教授の、谷川悟先生です。谷川先生は、アテネオリンピックの、110メートルハードル、の、選手でございます。よろしくお願いします。こんにちは、谷川です。そうですね、シドニーオリンピックとアテネオリンピック2回出てですね、オリンピックかける思いは人一倍あったつもりなんですけど、行ってみるといろいろ思うところがあったと、思いとこう現実が違ったということもあってですね、佐野先生とも、河合先生とも普段付き合いしている中で、話をしてみると、やはりいろんなオリンピックがあるんだなということで、今日は、話をしながらですね、どんな討論になるかということで楽しみにしています。よろしくお願いします。以上4名の方を前に出ていただきまして、討論の方を始めさせていただきたいと思います。でまずはじめに、先ほどこの討論会のタイトルとして筑波大学とオリンピック100年ということでご案内させていただいたんですけれども、もう少しこの討論会の趣旨をご説明させていただきたいと思います。我が国は1912年ストックホルムオリンピックに初めて、代表選手団を送りました。その時の、選手団の団長が、筑波大学の前身の、東京、高等師範学校の学長であられた、加納治五郎先生で、選手の、2人のうちの1人が、マラソンの金栗四三さんということで、非常に筑波大学は第1回日本が初めてオリンピックに選手を派遣したという大会から今回まで選手を送っ
り指導者として選手を育て、役員としてオリンピックに行って選手をサポートするというような活動をずっと続けてまいりました。まあそういう意味で本学とオリンピックというのは切るに切れない、まあ、密接な関係ということでずっと来ております。でそのあたりについてオリンピック教育を専門とされている真田教授より少し我が国とのオリンピックと筑波大学の関わり、それからその出場した選手の簡単なこうトリビアであったりとか、そういったことを中心に紹介いただきたいと思います。でなおですね、この討論会に関してはユーストリームとそれからニコニコ生放送ということでストリーミング配信ライブでしています。で早速ですね、もういろいろなコメントが僕の横にですねパソコンがあって、流れてきているんですけれども、まあ、そういったものでいろんなコメントですとか、質問とかですねいただければ、この討論会の中で随時こう対応できるものはしていきたいというふうに思いますので、ご覧の方々ですね、コメントそれから質問、意見、まあ、何でも結構ですので入れていただければと思います。それからもう一個ご紹介なんですけれども、ここにいらっしゃる方々ですね、入り口で、飲み物が配られたと思うんですけれども、この飲み物に関しては、筑波大学のスポーツ栄養学の、研究室の尾身先生とそれから伊藤園さんで、共同研究開発された、スポーツエナジードリンクということで、皆さんにご提供いただいて、飲んでいただいているというようなところであります。こういった研究開発に関してもいろんな企業さんとスポーツということでやらせていただいております。それでは真田先生の方から紹介をお願いします。はい、それではすいません、皆様方左側の方を、ね、ちょっと見ていただきたいと思います。筑波大学とオリンピック100年ということを簡単にですね振り返って、ディスカッションにつなげたいと思います。まず筑波大学としましてはですね、IOC を出したということがあります。それから、これは加納治五郎、東京高等師範学校の校長先生、筑波大学の前身であります。最多金メダリストがいらっしゃるということで、加藤沙央、名誉教授ですね、この方が金メダルは8個取られて、これは日本人として最多ということであります。最多メダリストもいまして、小野隆さんというですね、東京競技大時代の体操の選手なんですが、全部で13個のメダルをですね取られました。それとですね、柔道でオール一本勝ちをして金メダルを取ったという選手がいらっしゃいます。写真にもありますが、谷本歩美さんでありまして、筑波大学の出身者であります。で彼女はアテネと北京2大会続けてですね、すべて一本勝ちで勝ったと、加納治五郎先生の柔道ですね、最もこうそれを体現した、まあ、アスリートと言えるかもしれません。それとですね、パラリンピックの方でもですね、実は最多メダリストという方がいらっしゃいまして、この大学ではなくて附属学校のご出身なんですけれども、河合純一さんという方がですね、5大会、続けてやられまして、今度ロンドンでやられますから6大会連続で出られると、21のメダルを取られていまして、パラリンピックで最多メダリストということであります。まあ、こういうアスリート、あるいはIOC という立場からの活躍のみならず、オリンピックの理念のですね、教育を実は展開をしていると、2003年からオリンピック講座というのをやっていまして、これを大学の教養講座として続けております。まあ、これがですね、簡単な紹介で、全アスリートを数える中106名いました。オリンピックに出た選手であります。これはおそらく国立大学では一番多いということであります。でメダルもそこに書いてありますように、金が24、銀16、銅18ということで、合計で58個だと思います。でロンドンにもそれぞれ、オリンピック、それからパラリンピックに出場するということ
あります。この方が加藤沙央選手ですね。体操で足のつま先、爪の先まで伸びていくそういう強度を得た体操選手で、オリンピックの教育的な展示会ということで先ほど言ったオリンピックの講座を行ってまいりました。で、これが契機になりまして、2006年には IOC の会長黒毛先生を招きまして、そこで名誉博士になっていただきました。現在の IOC 会長は筑波大学の一員でもあるということでもあります。そして2010年ですね、これは加納治五郎先生が生誕150周年を迎えたときにですね、オリンピック教育の、センターを立ち上げて、それをもとに現在、付属学校が11あるんですけれども、そこと連携をしまして、オリンピックの理念やスポーツの価値を学びながら、グローバルな人材を育てようというような取り組みを、始めているところであります。で、この写真はですね、古代のスタート法を実際に真似てやってみようということで、こんな風にバーがありましてですね、競馬のようなスタートをしていたんですけども、実際にこれをですね、付属中学校で実際にやってみたというそういう、一例であります。で、初代のですね、IOC 委員、また大日本体育協会の会長、つまり今で言いますと、JOC の会長でもあります。で、彼がどういうオリンピックムーブメントを行ったのかということを簡単にですね、紹介をしたいと思います。まず一つはですね、アスリートの育成、当時はまだその世界で戦うというそういうアスリートはいませんでした。それを加納先生は第4体育協会を作り、その下で陸上大会、水上大会をですね、ナショナルなレベルの大会を始めてアスリートを養成をしていきました。で、単にですね、強いアスリートということだけではなくて、加納先生が常に言っていたのは、身体、元気、そして気品、これをもって、国際大会に臨めということをですね、言われていました。身体的な強さ、精神的な高めさ、それプラス、気品、今で言うと品格ということになるかと思いますが、そうしたものを持ったものが、国際大会に行くのがふさわしいと、そういう考えをずっとですね、持っていました。そして、明治神宮体育大会をですね、1924年から始めまして、この時にできた当時の、国立競技場ですね、これが今日に受け継がれて、今では日本のスポーツの、聖地になっているというようなことであります。で、2点目は障害スポーツの振興ということも加納治五郎先生は行いまして、この大日本体育協会そのものもですね、障害スポーツを普及させよう、振興させようということで始めたんですが、その象徴的なものとしてスポーツ公園を設置したということがあります。これは隅田公園とか錦糸公園とか浜町公園に残っているんですけれども、これは関東大震災の直後なんですね。東京を作り変えるときにですね、大きな公園に競技場も設置しよう、そうすることで障害スポーツが発展をしているということで、このスポーツ公園なども設置をされております。で、最も力を入れた障害スポーツは水泳と長距離走でありました。これは、誰でもですね、年齢に関係なく、男女の差にも関係なく、そして、お金を持っているか持っていないかにも関係なく、誰でもできる、運動が上手い下手にも関係なく誰でもできるということで、最も注目をして、力を入れたスポーツとなりました。で、それから100年経ちまして、今日もですね、私たちがやっているスポーツのベスト3、あるいはベスト5には必ずこの2種目が入っているかと思います。この点もですね、加納先生の先見の明ではないかと、こんなのにも思う時代があります。それと、その障害スポーツを振興するために学校体育の充実、これをですね、測りました。で、今日本では小学校から大学までですね、筑波大学から大学院まで体育の授業があります。小学校から大学まで体育の授業が保障されているという国は非常に少ないんですよね。そういう意味で、まさに世界が日本のこの
学校体育のシステムをですね、学び始めているという点もあるのであります。それが100年前に作られて今日に至っているということだと思います。これはですね、近畿地方の隅田公園なんですね。町下町に作られまして、広いスペースで自由に人々がスポーツができるようになったということで、関東大震災の後で、それから女性の地位の向上にもですね、非常に貢献をされました。各都道府県に、高等女学校を設置するということに、加納先生は文部省に当時いた時がありまして、その時にですね、この法律をですね、作成に関わっています。でその高等女学校ができたところでは、体育やあるいは柔道をですね、授業としてやらせるということを行いました。これが、ひいては女性の地位の向上にもですね、つながっていったわけであります。4点目がですね、国際貢献ということです。中国から留学生をたくさん受け入れました。8000人ほど受け入れたんですけども、で彼らにも体育やスポーツを教えたわけであります。でその教えた中にはですね、毛沢東の師、毛沢東の先生となった人物でありますとか、中国の教育大臣になった人物とか、大学教授と輩出をしております。でさらにオリンピックムーブメントへの貢献ということもですね、加納先生は行われていまして、日本のですね、武道的な考え、これは精力全量自他共栄というですね、自分の、エネルギーを最も効率的に、そして他者と個人の発展のためにですね、使おうというそういう考え方なんですが、この考えをですね、世界に発信していきました。でそうすることでオリンピックをですね、欧米の文化ではなくて、真に世界の文化にすることができるんだということをですね、主張して、それをですね、世界にも伝えていったわけであります。こういうですね、単に欧米の文化を受け入れるのではなくて、自らの文化をですね、そこにこう注入していったというですね、そういうことをされたということであります。これが言ってみればオリンピックムーブメントへの貢献、世界のムーブメントへの貢献であったというふうに思うんですね。こういうことで日本のオリンピックムーブメントは始まったということです。でちょっとトリビアをですね、出したいと思うんですが、で100年前です。1912年、ストックホルムのスウェーデンですね、日本の選手2名、東京帝国大学の三島、東京高知の金栗、2名が参加をしました。で行程をちょっとね、調べて書きました。5月16日新橋を出発、そして急行を乗って、福井県ですね、敦賀に行きまして、そこから船でウラジオストックまで、でそこからなんとシベリア鉄道ですね。で、ずっと、ユーラシア大陸を横断をしまして、モスクワに着き、さらにそこから船で行きました。さて全部で何日間かかったでしょうか。18日間なんですね。18日間、これ大変な移動距離ですよね。18日間かかったら体はね、まず動きません。でこの金栗選手も5日経ってからようやく体が動かせるようになった、こんな風に一気に、ね、書いてあるんですね。今の選手ではおそらく考えられないことだろうというように思います。じゃあこういう時に実は東京でオリンピックをやろうということにもなったんですね。1940年ですけどね。これがトリビアの1本目で、トリビアの2、その金栗選手、マラソンに出場いたしました。実は彼は世界最長記録を持っております。さて何年でしょうか。丸々年8ヶ月6日5時間32分20秒3なんですね。実は金栗選手、世界記録を持って1912年のオリンピックに臨んだんですが、
その日は非常に暑くてですね、熱中症にかかり倒れてしまいます。で、近く の, スウェーデンの方に助けられて家で解放を受けて休んで宿舎に帰るんですね。ですから途中で棄権しますってことを、ね、申告してなかったんです。ですから記録がずっとつかないままだったんですね。で、1967年スウェーデンのオリンピック委員会が金栗選手に招待状を出しました。ぜひこの機会にゴールしていただきたいという、ね、そういうメッセージだったんです。オリンピック55周年記念ということなんですね。で、金栗選手は、ストックホルムに行って4月にゴールをしました。さて、これで何年でしょうかということなんですが、これは正解は54年です。54年。この左側のですね、金栗選手は若い時から、右側、これは67年の時なんですが、この間をかけて走り抜いたというようなことであります。もう一つ、トリビアさん、実は関東大震災がですね、日本の活躍の始まりであったということが言えるんです。1923年関東大震災がありました。で、その翌年パリのオリンピックが開かれるということで、当然ですね、日本国内でもこんな時にオリンピックに選手を出場させるべきではないというそういう意見が上がります。まあ、その時にですね、加納治五郎が決断をするんですね。こういう時だからこそ外国の人々に対して日本人が、負けていないことを示すべきだ、ね、ということで、24年のですね、参加を決断をしたんです。で、その結果ですね、それまで入賞がなかった水泳、そして陸上の三段跳びですね、ここで入賞するんです。で、当時この水泳や陸上は言ってみればオリンピックの、まあ、花形の種目でした。この種目で入賞できたということは非常に大きな自信だったんですね。で、ちょうど6位ですね、小田選手がいますが、この時にですね、自分もこの三段跳びに絞ればメダルも取れるというその確信を、ね、得たというふうに彼も書いています。ですからこの24年のオリンピックに出たことがですね、後に水泳王国日本、そして陸上の、跳躍でも小田選手が28年に金メダルを取りますし、それ以降も棒高跳でも活躍をすると、水泳でも多くのメダルを取っていったということになります。まあ、そのようなことですね。で、この水泳で 800m リレーで4位になった三畑選手は、当時の東京高等師範学校の選手でありました。というところで私の方から槙原さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。まあ、今ですね、加納先生の第1回から、ずっとですね、歴史をたどってきたわけですけれども、まあ、大きなその日本にとってのオリンピックというところでは大きなその、まあ、点というかですね、イベントとしては、東京オリンピックがあると思います。1964年ということで、ちょっと年齢をに触れてしまうのはちょっとまずいかもしれませんが、山口先生、オリンピックの年の生まれだということなんですけれども、何かその、ご両親からとか親戚の方からそのオリンピックということでご自身何か、エピソードみたいなものでございますでしょうか。そうですね、私はオリンピック後に生まれてるんですね。厳密に言うとですね、オリンピックは10月開催でございまして、私は12月生まれでございますので、オリンピックよりは若干若いんでございますけれども、ただ母から言われたのは、私東京生まれですので、当然両親も東京に住んでいたわけですけれども、お前がお腹にいたから見に行けなかったと、本当かどうかわからないんですけれども、そのように言われております。ただ私、まあ、同期っていうんですかね、同年代で橋本聖子さんなんかもオリンピック東京オリンピック生まれなんですけれども、やっぱりそのオリンピックの年に生まれたから何かを背負ってきたわけではないと思うんですけど、やっぱりちょっと縁はあったのかなと今振り返っては思っています。どうも
もありがとうございます。ご紹介遅れましたけど、私はこの中で唯一 の冬の種目の出身で、スケートなんですけれども、橋本聖子、スケート連盟会長ともいろんな席でご一緒させていただきまして、やはりその64年生まれということでオリンピックということに非常にこだわりがある方で、やっぱりその、64年っていうのは一つの非常に大きな、なんていうんですかね、節目の年なのかなというふうに思います。お隣 の谷川先生も、東京の生まれだと思うんですけれども、何かその、東京のオリンピック、谷川先生は生まれではなかったと思うんですけれども、すいません、谷川先生もやっぱりそういう何かオリンピックを契機として何か変わったとかっていうのを、ご両親とか周りの方から聞くということはありましたか？そうですね、東京オリンピックではやっぱり親しみがないんですけれども、私にとってオリンピックってやっぱカール・ルイスがこうロサンゼルスの時に走ったあの瞬間がずっと頭にありまして、で1991年に世界陸上が東京で行われた時にカール・ルイスが来たんですね。でそこの会場のところで見ながらですね、やはり東京でオリンピックがあったんだということをですね、意識し始めたのが、やはり国立競技場かなと。でそこに対しては、陸上競技をやるものはあそこが聖地という形で、ぜひ東京にオリンピックが来た際には本当はあそこでやってほしいなと、思っております。はい、どうもありがとうございます。盛岡市長は、バレーボールをやられたというふうにお聞きしているんですけれども、バレーボール大活躍したオリンピックだと思います、東京オリンピック。何かそれに関してバレーボールをやってた方から見ると、どんなオリンピックだったでしょうか？私生まれたんですけども、4歳ですちょっとその記憶がない。私は豊の魔女が大活躍して金メダル取ったというふうな話は知ってるんですけど、リアルタイムにはちょっと見てませんので、私にとってのオリンピックっていうのは1972年のですね、ミュンヘンのオリンピック、ちょうど僕小学校6年生ですね。その時別の水泳とか野球とかやってたんですけども、これで金メダル取るんだったら僕もバレーやろうということで中学校入ってバレーやったこの方がモテるだろうということで、ちょうど今もロードトゥーロンドンってこう横文字出るんですけど、ミュンヘンの道っていうのがですね、いわゆるアニメと実写版を兼ねたテレビ番組があってですね、それで本物大子さん、猫田さん、横田さんみたいな、もうすごいスターがいたんですけども、その方の肖像権があってですね、なかなかそれが実物出せないっていうんで、そこの部分はアニメでやってみたいなふうなことをやったのを覚えてるんですけども、その準決勝でブルガリアとフルセットで3対2で勝ち、2-0 からひっくり返して勝って、で決勝は東ドイツと3-1で勝ったと、今鮮明に僕は覚えてですね、それでもう僕もちろんオリンピアンじゃないんですけども、そのオリンピアンを目指すきっかけとなったのが、東京オリンピックではなくて、たまたま1972年のミュンヘンだったということです。ありがとうございます。盛岡市長も、筑波大学の体育専門学部でオリンピックを目指してバレーボールに励まれたというふうに聞いております。今各、討論参加していただいている方から、オリンピックの思い出ということでお聞きしていますので、真田先生からも思い出に残るオリンピックということで何か一つエピソードお願いします。はい、実は私は1964年の時に小学校3年生でありまして、東京都内のですね、国分寺というところに住んでおりました。でその時にですね、聖火リレーを見に行こうということで学校上げで見に行ったんですよね。で雨の日だったと思うんですが、ずっと待って聖火ランナーが走ってきてですね、さっそうとね、さーっと走り抜けるんですよね。黙々とした煙を出してですね、走り抜ける。非常にその姿に、かっこいいなってそういう思いをですね、持った一人であります。それからもう一つは当時小学校では東京をきれいにしようという運動がですねありまして、行き帰りの登下校でゴミを拾って帰りましょうって
そういうことがあったんですね。世界からオリンピックで外国からたくさんのお客さんが来るから東京をきれいにしようというそんなようなことがありました。で一生懸命ゴミを拾ったというそういう経験もですねありまして、意外にその64年の東京オリンピックというのはなんかこう心の、奥の方にですね残っているものがありますね。どうもありがとうございます。それぞれの方、それぞれ の年代に合わせてですね思い出が、あるというようなことで、やっぱりテレビであったり実際にご覧になっている真田先生のような方っていうのは強烈な印象もあるでしょうけれども、やっぱり私たちスポーツをやっている者としてはスポーツを始めて多分最初に見るオリンピックっていうのが非常に印象に残るのかなというようなことを、お話し聞きながら思いました。ここに私も含めて3人の今度は出場した経験のあるものがいますので、今度はですね見る側の立場から、出た選手としての立場として、思い出に残るオリンピックのですね思い出であったりとか、オリンピックに向けてどんな思いで特に学生時代であったりとか、それ以降オリンピックまでを過ごしてきたかというようなことを少し自分の体験談みたいなものを話していただけるといいかなというふうに思うんですけれども、どうしましょうか。じゃあ谷川先生の方から。小林先生は後で山口先生の後になると話がすごくあれかな私が最初はいいかなと思うんですけれども、私はメダルは取れてません。当然決勝に残るというのは私は大きな夢で、筑波大学の大学院に進むときに大体8年計画ぐらいで出たいなと思ってました。それが4年後にシドニーオリンピック28歳で出た時ですね、出ることができて、で、その時に高橋さんが金メダル取って、私ちょうどドーピングチェックでですね予選走った後高橋選手が外走ってきてゴールする瞬間とか多分小出監督よりは僕が一番近かったんですけど、すぐ目の前で見て、ドーピングチェックに行きました。でその後また夜もう一本走って、それでシドニーオリンピックが終わるんですけど、その出てですねやはり夢が現実になった時にじゃあ次どうしたらいいかなと、これは出た方は必ず、思うことなんですけれども、オリンピックが目標にならなくなった時に次にはもうやっぱり自分自身がなぜそのスポーツをやってるかっていうことにすごくこう自分自身に問い直すような形で競技取り組むことになります。それで、なんとか4年後また出ることができて、朝ですね、その予選の朝起きた時に足が違う経験がしたんですね。っていうのは競技者っていうのは私の場合走る種目なので足の状態っていうのは朝起きると大体わかるんですけど、今日は間違いなく早いなと、朝起きて一歩歩いた時に大体わかるんですけど、そして予選で日本記録を出すことができて、そして次の日もまた良かったんですね。そしてウォーミングアップの時に怪我をしてしまったんです。予選の記録で走っていれば決勝に残れたんですけれども、そういう嬉しい反面苦い経験をしました。で本当に悔しかったのはですね、劉翔という、私 110m ハードルなんですけれども、中国人が世界記録で優勝したんですね。あれが一番私の中では悔しい出来事でした。やはり一緒に上海に行ってトレーニングしたこともありますし、目の前で一生懸命、一緒にトレーニングした仲だったので、しかも東洋人が私たちのような短い直線の 100m とか 110m ハードルの種目で優勝して、しかも世界記録を出された時はものすごく悔しかったですね。そしてその4年後ですね、今度は指導者として選手を送る側で、日本の
4×100m リレーがメダルを取ることになるんですけど、そこの補欠にですね、私が指導している選手がいたんですね。で、まあ、その中のエースという、まあ、浅原君じゃない、もう一人のエースの子が走るか、その私が教えている斉藤が走るか、まあ、フラットに見てどっちが速いかというと、まあ、同じぐらいかなと思ったんですけど、そこで彼は出れずに補欠に回ってメダルを取ってですね、あの選手として悔しい思いもしましたし、指導者として、あの日本人としては嬉しいんですけれども、あの悔しい思いというのを、経験しております。まあ、あのだからまだ指導したり、あのスポーツに関わって一生懸命やってるのかなと。なんか達成してしまったら、もしかしたら自分にとってはあのオリンピックを機にですね、違う道に進んだのかなと思って、今後進の指導に当たっております。はい、どうもありがとうございます。あの、谷川先生、実はあの私はあの研究室が隣なもんですからよくですね、あの授業をして、すぐにあの今ですと、あのナショナルトレーニングセンターというのは東京の北区にあるわけですけれども、そちらにあの行かれて指導されて、夜また戻ってきてみたいなことをずっと、されていたりとかですね、していて、まあ、指導、もあのしながら、研究もしながらと、非常にあの僕もあの谷川先生の生活を見ていると大変だなと思いながらあの見ているわけですけれども、今あのちょっとですね、ユーストリームの方で、まあ、ツイッターでこう一緒にあの質問も来てるんですけども、一つあの質問が来てまして、良い状態を維持するにはどうしたらいいかというような質問が来てるんですけど、谷川先生心がけたことっていうのは。良い状態を維持するには悪い状態を作るっていうのが大切で、その、まあ、コンディションをどうやって作るかっていうことをあの、まあ、今選手にも教えてるんですけど、やはり選手では常にいい状態でいたいんですね。で、練習でもいい状態でいたいし、試合でもいい状態でいたいので、そのこう振れ幅がこうあるっていうことを自分で分かるようになると、あの試合ごとにいい状態が作れるんですけど、それは決していい状態を維持してはいないということだけはあの勉強していただけると分かるかなと思います。はい、そういったことをあの選手に指導されるときにはどんなことを注意して、おそらくあの高校からこう大学入った選手っていうのはなかなかそういうことをこう理解してもらうというのは難しいと思うんですけれども、まあ、なんかこう心がけていることってありますか。そうですね、まあ、以前はまあ自分のやってる方法でやってもらって成功してもらって選手もいるんですけれども、今はその成功体験が、例えばインターハイで優勝したとか自分が結果出した時の成功体験がどうであったかっていうことをはっきりあの自分自身であの記述してもらったり分かるようにしてもらって、じゃあ今やってることとそれがどう違うのかとか、で今取り組んでることと、前成功したことは違うんだけど違う成功の仕方もあるんじゃないか、そういった形で、まあ、自分で気づきですね、あの主体性を持ってやれるような選手を育成したいなと思ってですね、なるべくあの成功体験に基づいて、これはない子にはですね、どうにかしてあの成功体験を作ってあげるということをしています。どうもありがとうございます。あのまた、谷川先生質問がありましたら、あの、ツイッターであったりとか、ニコ動の方もニコ生ですかね、コメントいっぱい来てますので、どうぞ、書いてください。それではあの、本当は僕が先の方が山口先生最後の方がいいかなと思ったんですが、順番で、はい、山口先生お願いします。あの私はですね、1988年のソウルオリンピックにあの出場いたしました。であのただあの女子柔道っていうのは、現在は非常にこうメダル候補として注目もされていますし活躍をしているんですが、実はあの競技としての歴史は浅く、またオリンピックではその1988年で、扱われたのは公開競技という扱いだったんですね。ですから正式に、女子柔道があの競技として認められたのは、種目としてですね認められたのは1992年のバルセロナからということになります。まあ、ただあの公開競技であってもオリンピックの場に立てたということは、非常に、私自身の中でも、意義があったというふうに思っていますし、あの良かったなと
というふうに思っています。ただ陸上であったり、バレーボールであったりですね、そういった高競技っていうのは、歴史がやはりこうあって、それまでの選手がいて、どういう形でオリンピックを目指して、どういうふうにその、コンディショニングも含めてやってきたかっていうようなものが、通常の場合はあると思うんですけれども、私はオリンピックに初めて女子の柔道と出場したということから、本当にいろんなことが手探りで、でまた、こんなこと言うとなんですけど、公開競技と正式競技との差は激しくてですね、虐げられてたわけじゃないんですけれども、あんまり注目もされなかったというわけではないんですけれども、メダル数にカウントされませんので、公開競技っていうのはメダルを取っても、ですから正式な記録にはメダル数っていうのはカウントされてないんですね。で、そういったようなこともあって、恵まれなかった的なところは若干あったかなと。ただその分、プレッシャーもなく、その当時女子柔道も選手たち5人出たんですけれども、非常に団結力があって、5人出た選手全員がメダルを取ったんですけれども、形としては非常にいい形であったなというふうに思っています。で、オリンピックっていうのは本当に何て言うんでしょうね、谷川さんもおっしゃいましたけれども、やっぱり出場が決まって、そこにこうオリンピックが来てみないとわからないっていうんですかね、本当のプレッシャーであったり、本当に何をしたらいいかっていうのはわからないなっていうふうに思っていますし、でもっとわかるのは、実は1回終わった後で、じゃあなんでバルセロナを目指さなかったのかっていうふうにも皆さん思われると思うんですけれども、私の場合にはやりきった感ではないですけれども、精一杯やったという気持ちがあったので、その次の年に引退をしたんですけれども、本当にオリンピック の独特な雰囲気であったり、特にソウルということで、対日感情も厳しいところもありましたし、また柔道は韓国非常に強かったので、会場全体が本当に地元応援でもありましたし、日本対韓国というような構図もありましたので、盛り上がってたという感じではありましたけれども、やっぱりこれがオリンピックのこのアウェイの洗礼というか、そういった単に実力だけではないオリンピック その国と国との戦いというようなものも感じることができたと思っています。で、銅メダル、結果的には銅メダルで終わったって感じなんですね。柔道っていうのは、今回のロンドンもそうですけれども、出場することに意義はありません。出るだけを目標にするんなら行くなんていうぐらい。で、また銀メダルはメダルじゃないと。もう銀しかメダルじゃないと。もう当時から言われておりましたので、銅メダルっていうのは、誰も評価してくれません。でも取ってみないとその価値もやっぱりわからないっていうんですかね、負けてみないと本当に金メダルとそれじゃなかった時 の, か違いっていうのはやっぱわからないというのがありますね。ですから柔道っていうのは皆さんもご存知だと思いますけど、他の競技に比べると非常に地味です。言ってはなんですけど、オリンピックの時しか注目されない。普段見られませんよね、皆さん。あんまりね、見てますか、ちゃんと見てますか、ちゃんと多分ちゃんと見てないんですね。ところがオリンピックとなるとメダルだけは頼むよみたいな、この勝手な期待をかけられてですね、それに柔道はずっとこう耐えて頑張ってこう来ているわけですけれども、ただそういう歴史の上に立っていたからこそ、高いこうモチベーションで金メダルにやっぱり向かっていけるというのもありますので、今でも私は選手たちにはそう言ってます。出るだけだったら行くなと、やっぱり金メダルを取る、やっぱりそういう覚悟を持って、出る競技であるということは、それこそ加納治五郎先生からのこう柔道というところの流れで言うと重要なことなのかなと思います。ただ私としては銅メダル取れて個人的にはちょっとホッとしましたけれども、これもあるとないとじゃ大違いなんです。あるとないとでは大違いですので、ただ皆さんご存じないと思いますけど、公開競技のメダルって皆さん見たことありますか？ないでしょうね。
こんなところに差をつけるかと私は思ったんですけど、公開競技のメダルっていうのは違うんですよ。私はもらってびっくりしたんですけど、公開競技のこのメダルはなんとその時はですよ、マスコットが描かれていて、その当時皆さんもう忘れてると思います、ホドリっていう虎だったんです。で、私銅ですから、銅でホドリでしたから、なんか銅メダルっていうよりなんか参加賞みたいな怒られるんですけど、でも本当に子供たちにそれを見せても、いろんなところで持ってきてくれって言われるんですよ。で、見せるんですけど、今一つこうなんていうか、あ、これみたいな、まあ、可愛らしいって言えば可愛らしいんですけれども、まあでもそういう思い出があります。で、谷川先生おっしゃったように、私もオリンピック終わって選手を辞めた、早かったと言われればそうなんですが、そういう意味では気持ちを残してやっぱり選手育成とか次の世代にやっぱりかけたいなっていう思いも、まあ結果論ですけれども、銅メダルだったからそういう気持ちも芽生えたのかなというふうに思っておりますし、谷本とかですね、素晴らしい選手が後輩としてこう出てきてくれているので、まあ、今としては非常に誇りに思っております。どうもありがとうございます。今のところでですね、山口先生、ずっとこう女子柔道をこう切り開いてこられた方だというふうに、もう皆さん認めるところだと思うんですけれども、当時ちょっと調べてみたところ、欧米のですね、柔道というのが非常に女子の世界では強かったというふうに聞いているんですけれども、オリンピックソウルに向かってですね、もう、いろんな国がこう力を入れ出したちょうど頃だと思うんですけど、そのあたり先生はどういうふうにこうそういう中でやられてこられたのか。河合先生なんかはですね、選手団本部でいろいろこう情報医科学の方にも携わっておられるので、まあ、そのあたりは現状について非常に詳しいと思うんですけども、今の選手たちはですね、非常に恵まれています。情報もたくさんありますし、また、まあ、柔道はメダルを取るということもあって、協会のお金の方もですね、まあ、潤沢、まあ、どこまでが潤沢かってわからないですけども、非常に恵まれていて、海外遠征、日本はですね島国ですから違う国に行くのは全部海外なんです。ところがヨーロッパっていうのは、私たちが東京から大阪に行くような感覚で陸続きですから、しょっちゅうその交流ができる、そこのところで、まあ、非常に難しさがありますね。ですから私たちの時代は情報というのがほとんどありませんでした。だから私は本当に現役時代出たのは世界選手権とオリンピックみたいな、常に一発勝負なんです。だからなんか山から降りてきて試合に行くみたいな感じでしたので、ただ良かったことはこっちも情報がないけど相手もない、日本人の情報は山からなかなか降りてこないからというような感じだったので、まあそれは吉原氏のところはありますけれども、まあ、そういったところで相手のやっぱり情報を初めて見るような選手とも戦わなければいけなかったっていうようなところではなかなか難しかったし、まあ、これはたらればなんですけれども、もっと海外に行って、トレーニングが積めたら、海外の情報があったら、もしかしたらというような思いは当時はやはりありました。今なかなか情報のない中で、どん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 おそらく各国が力を入れてきた時代だと思うんですけれども、まあ、大会 その本番に行ってみたら思ってもみなかったような選手がすごく力を つけてきたとか、そんなような例というのはありますか。そうですね、これはですね、私ではないんですけれども、一番その、まあ、予想外だったっていうところで、私は、まあ、覚えているのはやはりアトランタオリンピックの時の48キロ級の決勝戦、当時田村選手ですね、田村亮子選手と、北朝鮮のケイスンヒ選手、このケイスンヒ選手については全く情報がありませんでした。当時彼女16歳です。で、当然谷亮子選手が、まあ、田村さんがですね、当時の田村さんが圧勝とは言わないけれども勝つだろうと思ったんですけれども、
まあ、私たちやっぱりそのケイ・スンヒ選手の勝ち上がりを隣でこう見てたので圧勝だったんですね。決勝に上がるまで、まあ、これを見た時そのいかにやっぱり情報っていうのは大事なのか。でおそらく最終的な決勝戦で田村選手負けるんですけれども、試合運びや何かを見ると相手は知ってましたね、田村選手のことを、まあ、どういう情報で伝わったか分かりませんけれども、ですからいかにその情報ということが大事なのかっていうのは指導者としてですね、その時学ばせていただきました。おそらく柔道連盟として、科学部でかなりその頃からビデオ撮影であったりとかスカウティングを始めた頃がちょうどその頃かなと思うんですけど、そういう教訓があるんでしょうか。そうですね、やっぱりそういう教訓がありますね。でやっぱり誰が勝ち上がってくるかっていうのは最初のところでは予測がつかないので、どの選手が勝ち上がってきてもいいようにっていうような準備はやっぱりするようになりました。それからもう一つはこの時代だからこそ言えることは情報に頼りすぎない。やっぱり何が起こるかわからないんですね、オリンピックっていうのは。試合の時間が突然変更になったりだとか、対戦相手が予測がつかなかったり、いろんなことが起きます。試合上だけではなくって、そういうことに準備をしすぎると慌てるんですね。ですから少しゆったり構えて起きたことに対応しようという気持ちのその余裕というか大きさというものも多分必要なことなのかなというふうに思ってます。実際に飛ぶ、コメントどうもありがとうございます。確かに、情報がもうあらゆる情報が今入ってきますから逆にそれに惑わされちゃって、うまく対応できないということもよく最近見受けられますので、そういう点では非常に貴重な、ご意見だと思います。ニコ生の方で素敵でスカッとするいい話でしたと。素敵っていうのは話ですね、見た目じゃなくてね、はい、会場の方も非常にちょっとこう顔がですね、何か聞きたいぞっていう顔をされている方がたくさんいらっしゃるので、ここで何か、山口先生、谷川先生にお話聞いてみたいというところがあればいかがでしょうか。じゃあ拙い私の話を先にさせていただいている間にちょっと質問等ありましたら後で、お聞きしたいと思います。私は先ほど、少し紹介させていただいたようにスケートのショートトラックという競技で、アルベルビルオリンピックという92年の大会に参加をさせていただきました。で、その前に88年が、カルガリーオリンピックという大会だったんですけれども、その時はショートトラックは、先ほどの山口先生と同じように公開競技ということで、これから種目に入れるかどうかっていうところを、まあ、そのカルガリー大会を持ってこう判断しようというような、そういうイベントでした。で、カルガリーが88年で、私は87年 の, 世界選手権で総合優勝することができていたので、オリンピックに向かってもうこれは、かなり自分でもこう期待をしながらですねトレーニングをしてきたんですけれども、結果もう調整が全くこ うまくいかず、どんどんこう大会に向けてコンディション上がらないままオリンピックを迎えて、まあ、あまりこう、紹介できるような成績が出せませんでした。ただ、そのカルガリーで非常にショートトラック面白いということで、評価をされて、92年のアルベールビルオリンピックで、まあ、正式に種目になるということが、その翌年ぐらいに発表されました。で当時、88年の時が大学2年生だったんですけれども、まあ、その頃ですね、卒業したらもう競技やめようというようなことを自分では思っていたんですが、まあ、オリンピックになるというような、発表がありましたので、まあ、そういう悔しい思いもしましたし、やっぱり、オリンピックのメダルっていうのはどうしても欲しいというようなことが、あったので、まあ、そのまま、進学をしながら競技を続けようということで、その時に決めて、まあ、取り組むことにしました。で当時非常に景気も良かったので、
まあ、企業さんからこうスポンサーを受けながら大学院にも通いながらトレーニングをしてもいいというようなところが ありまして、で、まあ、大学院を、まあ、在籍しながら、オリンピックの時に向けてはもう、席はそのまま置いて休学をしてもうオリンピックに取り組むというようなことで、もう競技にこう専念するような生活を、まあ、しながらやったことを覚えています。で、まあ、谷川先生も先ほど、上海行ってトレーニングしたとかっていうようなこともあって、後でちょっとお聞きしたいんですが、アメリカなんかにも非常に、積極的に合同でこう海外の選手とトレーニングするというようなことで行かれているんですけれども、行かれてたんですけれども、私も当時やっぱりショートトラックっていうのは対人のスポーツなんですね。記録をこう争うというよりは順位を争うスポーツなので、まあ、日本の選手だけでこう同じようなトレーニングをしているだけではなかなか難しいということで、やっぱり自分でその海外の、まあ、有力なチームと交渉して一緒に練習させてくれるというようなことをしながら、まあ、合同で合宿をしたりとか、大会に出させていただいたりとか、まあ、そういうことをしながら、自分のそのなんていうんですかね、こうメダルとの距離みたいなのを常にこう考えながら、トレーニングすることができたというのは非常にいい経験だったかなというふうに思っています。で、まあ、そういう形でこう なんでしょうね、休学をして、まあ、ほぼ3年ぐらいこうオリンピックに向けて自分でこう計画を立ててやってきたんですけれども、実は私は、個人競技とリレーというものに出て、リレーの方でメダルを取ることができたんですが、個人の方は実は個人的には非常に期待をしてこう用意をしてきたんですが、スケートっていうのはスケート の刃、金属ですね、金属の上をこう滑る、競技です。で、まあ、金属なので、刃こぼれみたいなのがやっぱりトラブルがあるとらしいですね。で、スケートの競技っていうのはオリンピックでは、ショートトラックとフィギュアスケートっていうのは同じ会場で行われます。で、今は、何日かごとにこう交代をするんですが、当時は1日交代で会場の設営をこう変えてフィギュアスケートとショートトラックを競技していたんですけれども、その時に会場内に、スタッフがですね、いろんな設定を変えるということで、なんでしょう、スケート靴ではなくて、まあ、運動靴とか土足でこう氷の上を作業するわけですね。そうすると、まあ、きれいにこう掃除をしても、まあ、氷の上にですね、こう砂が残ったりとかして、でその上をこう通過してしまうと、もう歯がこうかからなくなっちゃうというようなことがあって、まあ、運悪くですね、僕は個人競技の時にはそれでスタートしてもう3歩ぐらいでそういう状態になってしまって、もう滑りながらですね、この3年間はこの5秒ぐらいで終わっちゃったのかみたいな感じで思いながら、まあ滑ったっていうようなことをちょっと、まあ、今もすごく鮮明に覚えてます。で、その数日後にリレーがあったものですから、もうそれをもうリレーの方にこうかけようということで、まあ、うまくこう気持ちの切り替えもできたんですけれども、まあ、先ほど谷川先生も大会前怪我をしたっていうようなことがあったんですが、オリンピック選手って非常にこう綿密にこう計画を立てて大会に向かっていくんですけれども、例えば前日何でしょう、こう風邪をうつされちゃったとか、何か肉離れしちゃったとか、僕のようにですね、業務にトラブルがあったとか、そういったことで、まあ、それまでこうずっとやってきたようなことも、まあ、なくなってしまうというようなことも、まあ、よくあることで、それを割と選手は受け入れる、まあ、悔しいとは当然思いますけど、受け入れるっていうような、そういう気持ちはあると思うんですね。で、そういったことって山口先生今うなずいて出したんですけど、何か経験ありますか？私は私の経験じゃないんですけど、受け入れたのは谷本の2つの金メダル、オリンピックだけいいんですよまあだけっていうとちょっと言い過ぎですけどね。彼女は本当に、先ほど真田先生おっしゃいましたけど、オール一本勝ちですから。で、アテネの時も決して調子がいいとは思いませんでしたね。でもオリンピックって今言われたように、その日良ければいいんですよ。
その試合良ければいいっていう。ただやっぱり、まあ、オリンピックに愛されてるって言い方はちょっといいか悪いか分からないんですけど、彼女は本当にオリンピックに愛されてるというか、照準がうまく合わせる。じゃあ普段は手抜いてるのかってそうじゃないんですよ。世界選手権やその私が監督した大学の試合なんかでもよく負けるんですよ。なんでここで頑張らないんだっていう時は負けたりするんですけど、オリンピックだけは本当にうまくいったっていう。ただこれもやっぱり運と言ってしまえばそれまでなんですけど、その子のやっぱり持っているオリンピックとの照準が合う。やっぱ4年に一度ですから、それもこの時間この時っていう。でもだからこそやっぱりかける意味価値が私はあるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。谷川先生、何かこう怪我をした時の気持ちとか何かあります？まあもう本当にここクリアしてもう決勝までいけるなという状況だったんですね。その前回の、まあ、シドニーのオリンピックで悔しい思いでやってで、まあ、来て4年間経って日本記録を予選で作って、これクリアしたらもう必ず決勝だって、もうイメージ通り来てですね。でもう坂で肉離れした瞬間、今でも覚えてるんですけど、ブチッと言った時にちょっと1分ぐらい時間巻き戻らないかなということだけでしたね。でまあもう痛めていたんで、それでもまあ何か神が前、全く信仰はないんですけど、前降りてきて突然走れることがないかなとか、まあ、選手っていうのは何かありもしないことをすごくイメージするんですけど、その瞬間何かいろんなことがこう頭の中を駆け巡ったのは覚えてますね。はい、筑波大学は非常にスポーツ医科学もね進んでなんですけど、こんなこと言うとそれを否定するようでなんですけど、もう最後は祈りますよね。選手の時はともかくとして、指導者になるともうなんていうか験担ぎっていうかね、もう医科学とかそういったところで測れない何かがやっぱりあるので、つまんないこと、その真田先生がゴミ拾ったんですね。先生ね、私たちもゴミ拾いますから、やっぱりこういうところでやっぱりいいことをしたらなんか選手にいいことがあるんじゃないかみたいな気持ちで、ちょっとこうマナーを良くしたりとか、突然なんかちょっといい人になってしまったりしませんか、先生？してましたね。もう間違いなく、もうくだらないだろうっていうことをして、トイレは必ず同じところでするとかですね。でお風呂行ったら自分の記録出したい記録のナンバーのところに必ず行くとか、もう必ずもう全ても頭の中そういう感じでしたね。僕もですね、やっぱりお風呂に行くと必ずこう、なんていうんですかね、洗面器がバラバラになってるのをちゃんと直して、悪いことは必ずするというようなことをしてましたね。あとはですね、やっぱり変なところで運を使いたくないというのがあるので、まあ、かけ事はもうあまりしなかったですし、怒ったりもあんまりしないんですよね。ここで怒っちゃったらもうなんかこう、なんていうか、運がなくなっちゃうかなという感じもするので、まあ、そういう生活もちょっと気をつけて、なんかこういいものが回ってくるといいなというようなことは常に考えて生活をしてましたという、こととちょっと全然違う話なんですが、ニコニコ生放送の方から、スポーツの科学分析や実地の記録向上とどの程度融和できるのかということで、今のとまたあれなんですけれども、どうでしょう。私の種目はまあ記録なので、もう練習でしていることがそのまま出せたら、まあ他の種目もそうだと思うんですけど、で今本当にもう Facebook とかでも試合終わったら、まあ陸上の短距離のナショナルチームの映像がポンと出るんですね。予選終わったら出て、それ自分で見てもう一回準決勝決勝に臨む状況になってます。ですからこれからどう伝えるかっていうのが難しくて、今まではコーチが嘘でもお前はいいぞと思い込ませる方法があったんですけれど、もうそれは通用しないんですよね。すなわちコーチもそのデータを
どういうふうに解釈させるか、だから普段から選手にその映像とかあと力のデータとか筋電のデータとかに関してもどうやって解釈させるか、でも正しく伝えれば伝えるほど選手自身の感覚がすごく大切になってくるので、ですからまあ数字と実際の自分の感覚のズレっていうのをどれぐらい埋めるかですよね。ですから北京の前にですね、僕同級生の朝原君が北京に行く、1週間前かなナショナルトレーニングセンターで動きの分析をしたんですね。スタートの位置を変えて、これ普通じゃ絶対できないんですよ。なぜできないかというと試合前に自分の動きを変えようと思うことは危険なんですよね、体操競技の技を変えるぐらいの形だったんで、それでも自分がやってきたことに納得いかせるために映像だったり力のデータっていうのを取ってですね、それで確認してたということで、そこまで選手いければいいんですけど、でも今の子たちはすごく情報がどんどん出てくるので、これからのコーチングというかこういったものはもう変わっていかなきゃいけないなと思ってます。先ほど筑波大学非常にスポーツ医科学 の、 設備も人材も非常に揃っていますし、それをですね確実に選手に伝える方法というようなことを模索されている谷川先生のような方もいらっしゃいますし、もちろん他の先生もただその取ったデータを見せるだけではやっぱりなかなか選手っていうのは理解してもらえないので、それをいかに選手にこう落とし込んで伝えるかっていうようなことをコーチングのところでは非常にやられているというところだと思います。少しですね時間が押しているというところもありますので次に移らせていただきたいと思います。今ですねずっと競技 の、 オリンピック の、 その現場の話であったりとかそれに向かう話をしていたんですけれども、先ほど真田体育専門学群長の、プレゼンにもありましたけれども、筑波大学では非常にオリンピックムーブメントに関しても、力を入れて活動しています。でその中で、今、東京にオリンピックをというようなところで国を挙げて、取り組むところにあるわけですけれども、文科省の盛岡室長に国の今の取り組みみたいなものをちょっとご紹介いただきながら筑波大学が、そこにどういうふうに貢献できるかというようなところもちょっと考えていきたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、今の状況なんですけれども去年の12月に国会の方では衆参両議員の方で決議をいただいた。政府としましては閣議了解を取りまして各省庁の政府保証書、政府につける保証書の一部というのを発出したというようなことで、もうあとは皆さんご存知のように5月の23日に IOC の理事会におきまして、イスタンブール、マドリードとともに東京がいわゆる立候補都市というふうな形で選出されまして、来年の1月7日にはその立候補ファイルと一部の、残ったその政府保証書というのを提出をしましてですね、来年の2月から4月の間に IOC の評価委員会というのが見えられて訪問して調査して7月にはその評価委員会がレポートを出す。で、IOC 委員へのプレゼンを経て、9月の7日には IOC の総会、これアルゼンチンのブエノスアイレスであるんですけども、そこの IOC 総会においていわゆる3つのうちのどこかがいわゆる開催都市というふうに決定するというふうな運びになっていますので、ぜひこれは国、東京都、IOC、スポーツ団体が協力して強力にこう、推していくというふうな体制が今整えつつあるというふうに思っています。また文部科学省としましてはそのジュニア層、今筑波大学さんの話もありましたけども、中学生高校生に対するそのオリンピックムーブメントといういわゆる教育とか啓発活動っていうのは 大切だというふうに思っておりまして、今年から、改定になりました学習指導要領、中学校の学習指導要領の 体育理論の中にはオリンピックとかあるいは国際的なスポーツ大会の役割、あるいは高等学校の
学習指導要領にはオリンピックムーブメントという文言を盛り込みまして、全ての中学生、全ての高校生にこのいわゆるオリンピックムーブメントの価値、あるいはそういうふうなことを行う、教育を行うというふうにことをしておりますので、まあ、我々としましても子どもたちも含めて、国民の皆さん全員がこうオリンピックが東京に来るようにというふうなことで今鋭意取り組んでいるというふうなところです。ありがとうございます。今の国の取り組みに関して、森岡室長から、ご紹介いただいたんですけれども、筑波大学では先ほども、冒頭の方でありましたけれども、大学としてのオリンピック講座であったりとか、付属の、中高において、オリンピック教育を、まあ、行ったりもしています。でその、取りまとめというかですね、教育のカリキュラムを考えたりとか、そういう、センターとして、コアという、なんていうんですかね、学内組織を作って取り組んでいるんですけれども、その中心的にやっていただいている真田先生の方から、オリンピックムーブメントにおける、まあ、そういうオリンピック競技の価値であったりとか、実際にいろんな活動されてますので、ちょっとご紹介いただければなというふうに思います。はい、実は、先ほどもちょっと紹介いたしましたが、2010年の12月にですね、オリンピック教育プラットフォームという形でオリンピック教育のセンターをですね、筑波大学に作りました。でこれはIOC にすぐに承認していただきまして、まあ、日本では初めてのオリンピック教育を総合的に研究し実践するセンターということであります。で結局オリンピック教育は何をするかと言いますと、グローバルな視点を持つ行動的な人間を育成していくというようなことだろうというふうに考えておりまして、スポーツを通してですね、いかに社会をより良くしていくかということをですね、グローバルな視点で考えていく、そういう、まあ、人間を作っていこうと。でこれはまさにオリンピックの理念ですね、オリンピズムと言ってますが、それに合致するものでありますし、加納治五郎先生がですね、自他共栄という考えを出しまして、他者とともに自分自身も発展をしていくということが大事だと言われましたが、それに合致するものだろうというふうに考えております。で筑波大学では特別支援学校というですね、さまざまな障害を持たれた方々の学校もありますから、そういうところと一緒になってですね、オリンピックとかあるいはパラリンピックなどを含めてですね、その、教育をしていこうというようなことです。でそれにちなんでロンドンの今回のオリンピックでもですね、注目している教育プログラムありまして、インターナショナルインスピレーションというんですけれども、イギリスのそのオリンピック委員会、それから UK のスポーツ協会がですね、全世界に、約12万人の指導者を作ると、アジアとかアフリカとか中南米ですね、いわゆる発展途上国に、出向いていって、そこで体育やスポーツのリーダーを作る、その12万人の指導者のもとにですね、約1200万人の子どもたちがスポーツの価値を味わう、体験できるようにする、こういうプログラムが行われております。これはまさにですね、スポーツの価値をオリンピックを通してですね、全世界に広めていくという、そういう非常にこう注目すべき新しいムーブメントだなと思うんですね。まあ、そういう意味で、こういうような活動をですね、日本もですね、率先して行うべきだろうと。例えば東京でオリンピックを行うことで、その活動のムーブメントの一つとして、世界には体育の授業が行われていない、そういう地域や国がたくさんあるわけですね。で日本はそういう意味で小学校中学校からずっとですね、体育のシステムはきちんと作られていますから、まさにこれは文部科学省の方の力もありますし、いろんな日本のですね、教育力だろうと思っているんですね。そういうことをですね、新たなムーブメントとして展開をしていく、社会の子どもたちが体育やスポーツによって、幸福感を得ていくようなですね、そういうことを考えていくということは極めて大事だろうと、まあ、このようなこともですね、今後、まあ、筑波大学としてもですね、真剣に考えていこうと。
というふうに思っているところであります。どうもありがとうございます。世界的に見るとですね、大学の付属学校として小学校から、中学高校であったりとか、特別支援学校であったりとか、そういった付属学校を有しているところというのはあまりないというふうに聞いているんですけれども、特に特別支援学校でのオリンピック教育であったりとか、パラリンピック教育っていうのは、現在どうなってて、今後どういう可能性っていうのはあるんでしょう。いろんな取り組みがなされておりまして、例えば運動会などの取り組みですね。で、例えば知的支援が必要な生徒さんにとってはいかにこうお互いに協力してできるかということが課題になるわけですけれども、それをですねスポーツを通して行うことでその辺のところをカバーしてお互いに協力して、例えば規定ができるとかちょっとした解除することでこれまでのパフォーマンスをより発揮できるとか、そういうことがですね彼らの生徒さんたちの自信に非常に大きくつながっているんですね。そういうことをきちんと、記録を取ってデータ化して、それをですね世界にも発信をしていくということが非常に大事なこれからのですねオリンピック教育のあり方、あるいはムーブメントとしてもですね大事だろうと。でこの点でも日本は非常に進んでいると思うんですが、残念ながら世界にですね発信しきれていないというところがあるかと思います。非常にもったいないので、私たちのこのオリンピック教育のセンターを通してですねこういったことを世界にも発信をしていこうというように考えております。実は今度 の, オリンピック期間の前ですかね、そのオリンピック教育センター の, 世界の集まりがありまして、筑波大学もそこに参加をして、実際 の, 取り組みを紹介するというようなことを聞いています。その、結果というかリアクションみたいなのが非常に楽しみだというふうに思います。どうもありがとうございます。今オリンピックムーブメントということで、その教育プログラムを提供するっていうことと同時に、やっぱりオリンピアンであるとかパラリンピアンが実際に学校に行って子どもたちと触れ合ったりということで、オリンピック の, その価値であるとか理念を伝えていくっていう活動も非常に大事だと思います。で、そういう中で山口先生だったり谷川先生というのは顔の見えるオリンピアンということでいろんなところで活躍されていると思うんですけれども、子どもたちに対してのそういう話をする機会であったりとか、そういうところで何か感じることとか、エピソードみたいなものがあったらご紹介いただきたいんですけども、最近の傾向としては、私がオリンピアンだと言っても誰も知らない、ここには若干問題はあるかなという感じはしているんですけれども、ただ私も本当にその筑波大学の活動にもこう参加させていただいて、オリンピックムーブメントっていうのをこれまで以上にやっぱり感じるようになってきていますし、また東京オリンピックの招致ということもありますので、積極的にやはりオリンピアンが活動をしていかなければいけないというふうには思っています。東京オリンピック招致で、問題になっているのは支持率の低さですね。でこれはやっぱり一部は私たちオリンピアンの責任だろうと思ってます。つまりオリンピックに出場した選手たちが社会の中で生き生きと活躍し、目に見える、あ、オリンピックってこんな風に役立ってるんだな、ああオリンピックに出た人たちはこんな風なんだなっていうものがもっと一般の人たちに知られていれば、オリンピックを支持していただける、オリンピックを身近に感じていただければ支持率も上がるんだろうというふうに私は思いますので、そういった意味ではやはり私たちがもっともっと一般の人たちに、語りかけ、そして活動をしながらですね力を果たしていかなければいけないなと思ってます。ですから私は選手たちにもこれからやっぱり伝えていきたいのは、オリンピックっていうのは出てメダルを取る取らない、ありますけども、そこが終わりじゃなくって、そこをゴールだっていうふうに割と教える指導者多いんですね。でも終わった人間からするとそこからが始まりです。オリンピックに出たことは
消えないんですね。で、出していただいたこと、そこにやっぱり感謝し、その経験してきたこと、学んだことをやはり生涯をかけて伝えていく役割というものがオリンピアンにはあると思いますので、ただそういうことをやっぱり指導者としてきちんと選手たちに、生徒たちにやっぱり伝えていくっていうことはすごく重要だと思いますので、まあ、そういったことを念頭に置きながらオリンピックの招致活動も頑張っていきたいと思ってます。どうもありがとうございます。谷川先生も子どもたちに話す機会であったりとか、谷川先生の場合ランニング教室みたいなのをよくされてますよね。そういうところで。そうですね、残念ながらランニングっていうのは教えなくてもできるのでお金を取れないんですねですからスイミングスクールだとかなりクラブチームが全国にあってですね、で、まあ、やらないと泳げないんですけれども、走ってなくても速いやつがいるんで、大体やってもしょうがないだろうと思ってる子がほとんどですね。ですけど、まあ、教えるとすごく変わるんですね。で、まあ、ちょっと先ほど国際的な話になったんですけど、私もアメリカに行ったりヨーロッパに行ったりして、アメリカのやっぱりパブリックスクールの体育のレベルの低さはやっぱりひどいというか、まあ、日本のレベルが高すぎるっていうのはすごく感じたんですね。で、海外に行って本当に自分が受けてきた体育の教育というのは、私は確かに体育は得意でしたけど、得意じゃない子もきちっとやってるという素晴らしいこうプログラムがあるんですね。ですからそういったところをむしろそのオリンピックに立候補してこれだけやってるんだということが、例えば今韓国なんかは日本の体育教育を見習ってやったり、部活をですね、そういった指導も、取り入れてやってってるんですよね。ですからオリンピックでメダル取ってる国たくさん取っててですね、例えば韓国の代表の監督が日本の監督に今なってる種目もありますけれども、逆にそのベースにあるその我々が受けている体育教育っていうののレベルの高さをもうより知ってもらうと、その中にオリンピック教育が含まれていれば、本当は支持率の低さはみんなスポーツや知ってるからだと思うんですよね。どれぐらいのものかということを知ってるから、まあやってもいいし、ここで日本でやってもいいけどみたいな感じなんですよ。ところがやったこともない人たちは見てみたいし、やってみたいと思ってるんですね。ですからもう全然違うレベルで日本のそのオリンピックに対する受け止め方は多分全く違うレベルにあるんじゃないかなと、よく海外の選手と話してて思いますね。はい、ありがとうございます。やっぱり合宿とか遠征に行って現地のその学校の様子とか見ていると、そういうふうに感じることもよくあるかなと、私も谷川先生の話を聞きながら思いました。今だんだん時間もですね、押してきましたけれども、会場の方からまだご質問いただいてないんですけれども、ここまでのところで特に何というテーマを決めませんので、何かこう聞いていて、ご質問、こういうのはどうなんだろうとかっていうことございましたら、ちょっと、2、3いただきたいんですけれども。いかがでしょう、はいですかね。ネットの方はどうでしょうか。特に大丈夫ですか。そしたらですね、最後になるんですけれども、ここまでちょっとあえて触れないで来たんですけれども、今回も、筑波大学から、今のところ7人の、関係者がオリンピックに出ます、出ることが、発表されています。それから、おそらくですね、監督であったりコーチであったりその他の支援スタッフとして、多くの、関係者が、オリンピックに行くと思うんですけれども、特に選手の方にちょっと注目をして、音楽関係者で何かこう注目してほしい選手、みんなそうだと思うんですけれども、特にこう紹介したいというようなことがありましたら、先生方お願いしたいんですが、山口先生いかがでしょうか。
柔道で恐縮なんですけれども、柔道は、現役の学生を含めて、OBOG 含めて4名今回は、オリンピックに筑波大学関係者が出場いたします。で、まあ、特に注目というのみんな注目してもらいたいんですけれども、初日開会式終わった次の日48キロ級福見智子、それから、60キロ級で平岡、まあ、この2人が出ます。で、ちょっと試合の順序がわからないので、どっちが金メダル1号になるかっていうのはちょっとわからないんですけれども、どちらが勝っても、日本チームの金メダル1号が、まあ、期待をされますし、おそらくこの2人が勝つか負けるかで日本の流れが決まります。ですから、まあ、期待もそうなんですけども、当人たちもそれを知っていますので、非常にプレッシャーはかかると思いますけれども、ぜひ注目をしていただきたいなと思います。それから、まあ、78キロ級では尾形という、これは、現役の今大学の4年生ですね。やはり今非常に競技力がどの競技もそうですけども上がってますので、現役の学生がオリンピックに選ばれるというのは非常に難しくなってきている中で、まあ、勝ち取ったものですので、まあ、彼女にも期待しますし、また、まあ、ちょっと女性上位で申し訳ないですけど、78キロ級にも杉本というのが出場いたします。まあ柔道で流れを作って陸上にというふうに思ってますので、ぜひ陸上も頑張って。前回はですね、私とした2名が現役の学生出たんですが、今年は残念ながら陸上ではおりませんですが、まあ、昨日もちょっと、グラウンドにいたら安藤梢がですね帰ってきてトレーニングをしていると、私も走る指導をずっとしてて、どんどんどん足が速くなる姿を見て、だいたい小学校6年生ぐらいですね、女の子の一番足速い頃どうでしたか皆さん。その頃なんですけど、そうするとだん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 体が弾まなくなって、心も弾まなくなって走らなくなるということなんですけれども、まあ本当に女子のサッカーがですね2人今馬がいまして、しかもトレーニングも陸上のトレーニングをきちっとさせて、で、まあ、今サッカーその男子の方もですね、今回は選ばれなかったですけれども、何人かこう、J リーグに行った選手、さらにはオリンピックに出て選手を教えてたんですけど、やはり教えればなんとかなるなと。でやはりちょ筑波大学だとこう他の種目の先生方がきちっと教えてくれるので、いろんなものがこう体験できて、で水泳に行けばこうやってインターバルトレーニングする、柔道行けばこういう体力トレーニングするんだということで、すごくキャンパス全体がですね、いいトレーニングの場所になってるんですね。で海外の選手も今すごく柔道家がたくさん来てまして、ウエイトトレーニング場すごく雰囲気が変わるんですけれども、まあトレーニング拠点としてですね、国際的にも認められているのかなと思って、今回のオリンピックですね、うちの大学もそうですけど、海外で来てる選手で代表になる選手もいるんですね。ですからここは筑波大学を拠点にしてトレーニングしてた子がですね、海外の選手も含めて活躍してくれるといいなと思ってます。はい、今海外の選手がたくさん学内でトレーニングしているっていうことだったんですけど、柔道が非常に多いですよね。国の名前をつけたジャージを着て、まあ、トレーニング場にいたりとか、近のレストランでご飯食べてたりとかですね、いろいろあるんですけれども、受け入れはもうやっぱりあれですか、その筑波大学でトレーニングしたいということで、連絡が来るわけでしょうか。加納寺五郎先生が留学生をたくさん受け入れてたというところからスタートして、まあ、柔道は来るものは拒まずということで、なんかオリンピック付近になってくると、どこの道場だかわからないぐらいですね、海外から の選手たちも非常に多くて、ただここで大事なのは、先ほど河合先生もね、谷川先生も海外に行って経験をされてきたって言いましたけど、うちとしては行くのは1人行かせるのはものすごくお金かかりますよね、10人行かせるのは。
でも来てくれれば大勢が経験できる、柔道なんかの場合には組み合うことができるんですね。ですから行かせるよりは受け入れて、まあ、多少のお金がかかってもそっちの方が安いし、大勢の学生に経験させてあげられる、それが、まあ、世界に出ていった時に必ず強みになるだろうということで、まあ、先生方はまあ、苦労していることもあって、またキャンパス内ではですね、大変ご迷惑をおかけしている苦情もたくさんあるんですけれども、まあそこには、まあ、若干が前をつぶっていただいてですね、ただ筑波大学にそれこそ来ている選手たちがメダルを取ることも非常に多いので、まあ、そういったこういい流れがですね、今後も続いていけばなというふうに思ってます。ありがとうございました。そろそろですね、いい時間となってきましたけれども、今日 の、 公開討論会ということで、まあ、2つ の、 テーマで、お話をしていただきました。1つは筑波大学と、オリンピックは100年 の、 結びつきを持って、これでロンドンに向けてまた新たな100年を刻むという、機会になってますので、まあ、そのこれまでの100年の歩みをちょっと振り返ってみたというような、ところと、それからこれからの100年というところで、まあ、東京にぜひこうオリンピック来てほしいなというふうに思うんですけれども、そこにはまあやはり、オリンピックムーブメントをこう盛り上げていくというような、ことも、まあ、必要だということで、そこにも筑波大学は、まあ、オリンピック教育センターという施設組織もですね作りまして、そこになんとかこう貢献できないかなというような活動をしているという紹介もさせていただきました。今回こういう機会いただきまして、非常にオリンピックと筑波大学の、関わりを見直す非常にいい機会になりましたけれども、まあ、その一端をですねここの文部科学省の3階にある情報広場というところでも展示をさせていただいています。先ほどありました金栗選手の旅であったりとか、加藤沙央先生の金メダルであったりとか、加納先生自筆の自他共栄という毛筆で書かれた立派な、書も飾られています。ぜひ機会ありましたら、そちらの方もご覧になっていただいて、まあ、オリンピックに向けてちょっと気分を盛り上げていただければなというふうに思います。今日は1時間半という長い間だったんですけれども、登壇いただいた、先輩方、それから、オリンピアの方々、どうもありがとうございました。